セリフの意味を考えたりする。だから、公演して、大阪に来ました。あこれ、なんかよく見たらちょっと変じゃないですか。これも同じ。これも同じ。さっき言った日本語だと、もしかしたらこれと間違いしてるね、多分これだと思っちゃった。なので、新幹線ですとか、飛行機ですとか、そういった答えが出てなるんですね。これはいわゆる中学で習ってのやつ。これはどうやって来たのかを聞いてるわけじゃなくて、どういった経緯でこれまで何があって、どうして、大阪に来たんですかみたいな感じで、 Y みたいな感じで、だけどなんで Y じゃないかというと、ちょっとびっくりしてるんですよ。なんでどういったわけで大阪に来たんですか、なんか理由があるに違いないみたいな、ちょっと驚きとか意外とか、そういったことでどういう経緯で大阪に来たんですか。なので答えはその大阪に来た理由を、兄が住んでいるんです。あ、ここで言えばいい、兄が住んでいるんです。これで、あの、絶対大阪なんか来そうにないのに、なんで来たんですか、私一人だったら来ないけど、兄が住んでるから来たんですよみたいな感じで、ちゃんと繋がります。カウカム主語動詞なんで気をつけて、 Did you とかならないんで、 Do you とかなって